戦う4コマアニメ僕はバジャレ第131話埋もれ木に花が咲く。流行ってた時は持ってなかったから分かんなかったけど、意外に便利だな。時代遅れな感じに目をつぶれば、なかなかいい取り替え物をしたブルー。ボジョレー。ああ、ジュンファンデル。ジャングルジムの見張りは終わったの？見張りじゃなくて見回りだって。それよりすげえじゃん、ボジョレー。何が？それキックボードだろ？ナウイじゃん。かっこいい。僕も欲しいんだけど、お店に行ってもないし、売り切れなんだよな。は？ボジョレー。どうもジンファンデルって話が噛み合わない時があるなって思ってたけど、ここまでずれてるとは。ん？どうした？いや別に。手に入れるの大変だったんじゃない？まあね。僕に貸してくんない？なんで？ボスの頼みだぞ。ずるいぞジンファンデル。そんなこと言ったらみんなジンファンデルのもんになっちゃうじゃん。問題ダブル。わかったよ。それじゃあなんかと交換してよ。なんかって何さ。これは売り切れ店続出、ナウナウのローラースルーじゃなくてキックボードだぞ。この最強アイテムと取り替えるものといえば、そんじょそこらのものじゃね。わかった。考えるわ。おお、あった。ちょっと残念だが、キックボードとなら仕方ない。取りに行ってくる。ボジョレ、大丈夫る？大丈夫大丈夫。ジンファンデルの情報は化石だ。ボジョレ、これでどうだ？なんだよ、首輪じゃん。ふっふっふ、これはただの首輪じゃないのさ。なんとルイ・ヴィトン製。あの超有名な。でもな、首輪じゃん。首輪を見くびってはならん。グルナッシュを見ろ。綺麗な首輪をつけるだけで雑種なのに血統書付きに見えるだろ。しかもこいつは超一流ブランド。これをしてたら誰が見てもいいとこのお坊ちゃま。そうか。これをつけてボバルンチのばあさんに見せつけたら、ふっふっふ、もう野良犬なんて言わせない。よし、ジンファンデル、超ナウナウキックボードとルイ・ヴィトン交換してあげる。やった、これでストリートでもリーダーになれるぞ。ファッション雑誌に出れるかも。本気ぶる？無理。続く。